入れた G 団です報道等でご存知かとは思いますが、えー、熊本県大分県を中心として、えーま、九州地方で大規模な地震が発生しました、えー、以前から僕の動画を、えー、見ていただいている方はですね僕が九州に住んでいるっていうことをご存知の方もいらっしゃっていろいろとご心配をおかけします 僕が住んでいる、えー、福岡市は、えー、ここ数日かなり揺れてはいますけれども、えー、幸いそこまで被害は出ておりません。えー、本当にご心配いただいて、えー、ありがとうございます。まとは言っても、えー、ま福岡県として全体で見ると、ま南の方のエリアは結構被害が出てたりとか、あとお隣の、えー、ま熊本県、大分県ではですね、多大な被害が出ています。 で僕が記憶にある中でも、えー、ここ十数年、えー、日本全国で震災を含めいろいろな災害が起きていますので、まあ、こういった事態が起こった時の対処法や、えー、気持ちの持っていき方というのは、えーまあ、この動画を見ていただいている皆さんも重、まあ、々ね、えー、ご存知だしご承知かとは思いますが、えー、僕の方からも、まあ、僕,の僕自身の経験を踏まえた考えではありますが 動画でお伝えしていいいきたいと思いますで今現在、えーまあ、今この動画を撮ってるのが、えー、2016年の4月16日なんですけれども、えー、多くの方が被害に遭われていたりあと直接的な被害ではなくても,も間接的な、ね、影響を受けている方も多数いらっしゃると思いますが、えー、通常通りの生活ができる方は、えー、いつもの日常と変わらない 通通常通りの生活を送ってください僕もあのいろいろと思うところはあるんですけれども、まあ、通常通りの生活ができているので、えーまあ、本当に通常通り、お、え、り、ーまあ、YouTube にもですねいつものように動画をアップしていきたいと思っています。 いろいろとねやっぱ思いが強かったりとかあと、まあ、行動力がある方とかは、まあ、何かね現地でできることはとかねあの、まあ、僕も実際、まあ、本当にね近くですしあのちょっとねいろいろなことは頭をよぎるよぎるんですけれどもあのまあ現状ねあの九州道大分道ね道路が寸断されていたりとかあと、まあ、新幹線もねあの運休していたりとかで本当に もう隣の県なんですけれども,、えー、もう福岡からこう南に行くっていう、ね、手段が、ね、なかなかなくて厳しい状態です。であの、まあ、僕自身特殊な技術とかそういったこう仕事にね従事しているわけではないので、えー、まあ本当にねちょっといろいろへこんでしまったりはするんですけれども、まあ、できることってねほとんどありません。ただあのそうやってていいいろろなことについて やる気を、ね、失ってしまうのはも,うもっと、ね、意味のないことであの、まあ、イベント等も、ね、中止になったりとあのこう、まあ、物理的に、ね、開催できないっていうのは仕方がないことなんですけれどもこうちょっと、ね、自粛ムードみたいなのが、ね、出てしまうのはちょっと避けたいなと思っています。 被災した方々の気持ちを思ってという、ね、考え方もあるかと思いますがあの本当に困ってる方、えーまあ、悲しんでる方っていうのは、まあ、そういったことを考える余裕もないですよねあのだって今晩の寝る場所とか明日の生活っていうのが目の前にあるわけですからこうね、うんまあ、こういうことは僕がねあの こうやってて言わなくても、ね、ほとんどの方があのこれまでのねいろいろな経験の中で、えー、ご理解されていることとは思います。本当にね、あのー、通常通り一生懸命やることは一生懸命やって、えー、楽しむことは一生懸命楽しんでそしてこう、あのー、そういうねいつもの生活の中でこう少し余裕があってで今回の件で何かできることはあと 思っていただけるのであれば、えー、まあ日常生活にご負担がならないね、ご負担がいかない程度で何かしらの行動を起こしていただければなと思います今もちょっと揺れましたねちょっと揺れが収まるまで待ちたいと思います 本当にね、あの、僕が住んでる福岡市から、えー、熊本市内っていうのは、えーまあ、高速を飛ばしていけば、まあ、1時間ちょっとぐらいでね、行ける距離ではあるんですけれども、本当にね、いろいろ考えても、あの、できることっていうのはね、なくて、うん、まあ、情けなくもあるんですが、あの、差し当たってはね、ネットを使った募金等は、えー、比較的どこに住んでいてもできることなんじゃないかなとは思います。 Yahoo! のネットのののページはこの動画の詳細欄に貼っていますネットを使った募金はあのクレジットカードが必要になったりっていうことがあると思うんですけれども、えーま、現金での募金をという方はあのコンビニとかイベント会場あと、ま、人の来が多い施設なんかに多分ねあの募金活動をされてるところがあるかと思いますのでそちらで募金していただければなと思います。 確かローソンのロッピーとかもあの期間限定でいると思います本当にね僕もあの近くに住んでてねあのできることって少ないんですけれどもあの、まあ、唯一ねこう YouTube の動画投稿を、まあ、2年ほどやっていてあの普通の、ね、方よりもあのほんの少しだけいろいろな 方にです、ね、あの情報を発信することが、えー、できますので、まあ、今回あの僕にできることの一つとして、えー、こうやってですねあの募金の情報を、えー、YouTube の動画でお伝えさせていただきました一、まあ、点注意として、えーまあ、過去にねこういったケースでこう何ですかねこう人の全員につけ込んでこう募金詐欺みたいな事例もあったかとは思いますので え、ま、募金していただけるということであれば、あの、募金先はしっかりご確認の上、えー、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。